やはりいざとなると足がすくむような思いだ。遊びに来るだけとはわけが違う。同じ舞台で仕事をさせてもらうのだから。妹のおかげで多少は知識があるつもりだが、ステージとなれば話は別。改めて身が引き締まる思いがするな。なんといっても今回俺が組ませてもらうのはあのハローキティ、ピューロランドの顔のようなキャラクターだ。彼女とのパフォーマンスを務めるからには生半可なままで挑むわけにはいかない。今一度しっかりと精神を統一し覚悟を決めねば。相変わらずいちいち資格紙面だな、イジリカーは。決意は分かったから、いつまでもここで立ち止まっていないで中に入らない？まさか洒落た屋敷の中に和室まで備えてあるとはな。レディーキティハウスのもてなしの心は素晴らしい。俺の想像を超えていた。確かに、特にお前は好きそうだよね。で、撮影場所はもう決めたのか？至る所にフォトスポットがあって、どれを選ぶか迷いそうだけど。すまない、実を言うと最初から決めていた。歴史を称えた家族の肖像画が荘厳さを添えるホール、その真ん中に置かれた白いピアノの前だ。ピアノは俺と彼女の共通点でもある。このホールならさぞ美しい音色が響くのだろうな。では神宮寺、写真は任せたぞ。もてなしとはすなわち愛情だ。相手を大切にしたいという一途な思いをどのような形で伝えようか。俺もお前を精一杯の心を尽くしてもてなしたい。この場に知らぬ者はいないだろうが、俺から本日のパートナーを紹介したい。彼女はハローキティ。俺、聖川雅人とステージを担当する。よろしく頼む。限られた時間ではあるが、皆に最大限の楽しさを届けたいと考えている。このステージを契機として、あまたのつながりが生まれ、夢が育まれるように。やはり、緊張してしまっているようだ。いかんな。至らないながら、彼女に習い、常に明るい空気を身にまとい、盛り上げていきたいものだ。普段とは違う光景を見せる。その第一歩として、気持ちを通い合わせたパフォーマンスを披露しよう。お前の熱に負けず、その心を甘く揺さぶれるように。少々照れくさいが、皆が喜んでくれるように考えた甲斐があるというもの。これで満足してはいないだろうな。もっと愛を感じてほしい。